面白いもの？はい、これなんです。それは何？ものすごくグロテスクだけれど。アバリティア・アンコウじゃないか。知っているんですか、メレフ様。この辺りでしか取れない高級食材だ。いい味をしているぞ。このモンスターのような魚を食べるのですか？見た目はあれですけど、本当に美味しいらしいですよ。せっかくなので何か料理を作りたいんですけど、調理法を知らなくって。メレフさん、ご存知なら教えてくれませんか？あの、メレフ様、本当に大丈夫なんですか？ああ、心配するな。では、まずは魚をさばきましょうか。え？どうしました？さばくって、これをか？そうですよ、このままじゃ料理できませんから。わかった、何事も挑戦だ、やってみよう。メレフ様、頑張ってください。カグツチ、何でしょう？こいつの頭を押さえてくれ。え？私はちょっと触るのは。解釈の際にこっちを見られるとやりづらいのだ。でも。頼む、五章だ。こいつの目を見せないようにしてくれ。わかりました。たかが魚ごときに遅れを取るわけにはいきません。どうした？目が合いました。これはまだ生きてる。まさか。攻撃される前に仕留めるぞ。口が開きました。メレフ様、敵は私たちを食べるつもりです。早くとどめを。行くぞ、総炎剣。ちょっと待って、そんなことしたら食材が。どうだ、カブツチ。さすがメレフ様です。敵は姿形もなくなりました。ふん、討伐完了だな。もう何してるんですか。食べるところがなくなっちゃったじゃないですか。どれどれ。草花は心を癒し。君たちの心を聞かせて。よっと。いただき。無駄にノポンたちのことは知ってるポン。心を落ち着けて。構造計算中。うん、いけそう。
よっと。到着。やりましたね。お宝回収。そりゃの虜になる人がもっともっと増えるね。さらに磨きをかけますよ。また一つ強くなれる。もっと上を目指す。俺の成長は止まらん。うち、もっともっと強くなるわ。
っと着いたよ。次は。大丈夫だよ、ライコ。今のは単なる事故だ。レックスさん。あの男の子、泣いて落ち込んでたのに、ライコのおかげで元気に走っていったじゃんか。平気平気。ニアさん。どこにもいないんだ。見て、あっちの方で雷が。あの強烈なのはきっとライコですもん。いつの間にあんなところに。急ごう、レックス。ああ、ライコを追いかけよう。どれどれ。草花は心を癒してくれますね。よっと。たっ。今度は向こうか。ライコって意外と足が速いよな。感心してないで、早く追いかけないと。わかってるよ、ライコはきっと大泣きしてる。心配だよ。うん、急ごう。
何が出るかなっと。草花は心を癒し、君たちの心を聞かせて。何が出るかなっと。何が出るかなっと。草花は心を癒してくれますね。心を癒してくれますね。どれどれ。知れないけど、そんなこと気にするなよ。ライコの力に俺たちは助けられてるんだからさ。そうだよ、私は全然気にしてないって。本当ですか？
本当だって。ライコにはまだまだ成長の余地があるじゃろ。特訓すればいいんじゃ。特訓？それは明暗ですもん。ライコさんが自分の力と向き合えば、雷を制御する力が上がるかもしれませんね。そうしたら、不用意に感電させることがなくなって、誰も悲しい思いをせずに済むよ。そうなれば、私だって感電しないで済むな。そっか、そうですよね。皆さん、素敵なアドバイスありがとうございます。私、特訓頑張ります。絶対に制御できるようになりますから、これからよろしくお願いしますね。わ、いや、やめろ。サルベージ、楽しんでくるよ。ほっ、まずい。絶好調。
そうですね。過去に思いを馳せるのも良いものです。